じゃあまたなんか早山行きましょう。逗子、逗子のちょっと紹介。逗子は新宿っていう、まあ地図を見て言うだけですけど、別に詳しくないですけど、逗子駅が、横須賀線の逗子駅があって、その近くに逗子市役所があって、で京急逗子線があって、新逗子駅もあるっていう、まあ、ここ行ってないですけどね、この横須賀駅の近く、その近くに逗子小があって、文化プラザがあります。逗子聖マリア小学校があって、郵便局逗子局があって、逗子海星中高があるというね、逗子海岸がありますね。レストランの夢庵っていうのがあって、シーサイドコートがあります。ふなんとか日があって、紅葉寺がある。ハロ山公園がある。ハロ山庭園住宅がある。でこの国道の134号線の伊勢山トンネルがあって、小坪トンネル、飯島トンネル、小坪海岸というのがあって、そこにリビエラ逗子マリーナというのがあって、本館があって、リビエラプラザがあって、グランブルーというのがあります。ベイシアブルーエスタ、小坪海岸トンネルがあって、飯島先があります。我が先住む材木座海岸、材木座海水浴場があります。ここから鎌倉市になるんですね。この辺の材木座っていう地名なんですね。材木座幼稚があって、飯島のバス停があって、光明寺があります。光明寺バス停、富士愛育園、材木座、鎌倉市、九州、九品寺ですか、光明寺団地がありますね。この辺小坪っていうんですね、小坪小学校があって、逗子の小坪小学校があって、ヘルスケア、海でいうとコスモミクロスか、逗子ヘルスケア前のバス停、団地入り口のバス停、小坪のバス停、南ヶ丘団地があります、ね、エクステがあります、ね、亀ヶ丘団地ありますね、バス停、亀岡団地バス停、新小坪大道があります。センベルクリニックの病院がありますね、ハロー山公園入り口、ライオンズマンションがある。第二逗子幼稚園もあって、日崎なんとかあって、日崎新道があって、宝生寺がありますね。日崎っていう地域ありますね。逗子、逗子の日崎には日崎小学校があって、日崎会館があります。日崎、岩田寺、坂、岩田寺ありますね。日崎中があって、日崎があります。池のコウモリがあって、自然公園、清和学院校区があって、日崎対双葉がある。山の根があります。青果市場がありますね。逗子駅がありますね。葉山町、三浦郡の葉山町は堀内という地名と長江という地名があります。桜山という地名があります。長江トンネルがあります。ホテル柳屋がありますね。川は柳橋があります、浄水管理センターがあって、葉山港があります。葉山マリーナ、マリーナプラザがあって、葉山湾管理事務所があります。船の江ノ島周回クルージングが通っています。中央大学のなんか、中央大の施設、なんかありますね、合宿所みたいな感じ。なんとか日陰茶屋があって、長い下小路、長井小森戸川味平のレストランって、川向かいというか、長井桜山古墳群があります。桜山トンネル、実際スポーツクラブもあります。6台前、まああれですかね、実際行ってないですけどね、田越、まあ、名前だけでも。葉山町には堀内会館があって、昭善寺ありますね。
逗子市の伊勢山トンネルの近くに大崎公園があって大崎があって小坪マリーナがあって小坪漁協があるということになってますね。待ってます。郵便局があります。これ何ですか。田越川っていうのがあるんですかね。渚通り新宿郵便局前、逗子の駅前の紹介ということで今日はこれぐらいにしたいと思います。ご飯だったそうですから、うん、食べたい、はい、疲れました。あ、どうも、あ、どうも、あ、ご飯少なめでいいです。ビールかなんかあります。まあ、いい動画を撮ればいいです。ああ、どうもどうも。ああ、どうも。これこうやって試して。なんかビールのあの冷やいのとかないですか。ビールは飲みたいの？ビールの？ビール氷入れてください。氷入れてくださいビール。氷を。